こんばんは、ドクターネックスです。クルバトル行きましょう。はい、いつも通り S リーグ1位ありがとうございます。エレートご意思です。さあ、なんでしょう。ゼロ番隊キラ早速なのか。まあ、ちょっと実戦投入してみますか。で、ガチャ動画で僕、平子に、浮竹さんつければいいって言ってたんですけど、実はそれ大きな間違いだとグルメに指摘を受けまして、平子さん、体調とフォローなんで、アップできるものがありませんでした。マジかぁ。どうしましょうね。こうしてこうしてもうね、グレミーよりも多分ね、ソイフォンの方が倍率が、そうね、冷圧攻撃が高かったりしますよね。どうしようかな。強攻撃20-12、ちょっとでも短縮させたいかなというところで押してみましょうか。平子さんは、レベル上げでね、もう一個あげよう。混乱時と体力最大値となってます。で、ここを一角にして、一角は攻撃とか、闇感謝感謝で、ここをソイフォンにして、体力最大値維持できるのかな、わからんけど。さあ、ラスト一人誰にしますかね。一角の体力最大値攻撃か。いや、最初はここを平子が強くなるような一人にしようと思ったんだけども、まあ名刺にしてみるか。わかんないけどね。どんなもんでしょう。あ、で、平子を上げます。配信。さあ、チャレンジ。まだ強攻撃とかどんなのか試しないんだけど。
相手したるわ。博士、気分でも悪い。勘弁してな。あのな、メイシーが状態以上体勢積まないと凍りますね。で楽ちんに氷結向こう。いやーどうすかねー。相手したるわ。あれ、これ間違えてる。勘弁してな。ね、前回織姫で対やってましたが、まあこっちの方がいいんじゃないかな、わかんねえけど。相手したるわ。長瀬発覚する、発覚する、止まってる止まってる止まってる。気分でも悪いか。てか敵近くなのか。すげえ発覚する。勘弁してな。一旦挟まないとダメか、カクカクしすぎる。これ試したことないんだけど、ちょっとこれ設定変えてみるか。この一人用のエフェクトミニマムでどれほど変わるか全然やったことないから知らないですよね。これでカクカクしないんだったら、相手したるわ。飛ぶな。手前すぎんね、ボスが。あ、動かない、固まっとる。ほらもうかわけのわかんない感じで止まってるから。あれだ、ミニマムにしても変わんないっす。一回端末再起動して冷やしてからまた来ます。少々お待ちください。はい、端末冷やしてきました。真面目にやるんならここを麻痺じゃなくてって変えるかな。一回メイシー行ってみるか。
なんかいいだろ。はい、どうなるか分かりませんが、メシで行ってみよう。私の出番。ダメだ、なんかすげえカクカクする。スキルするか。ダメだ、カクカクすぎる。さあ、まあ、もう一回端末再起動。他のアプリは全部終了。私の出番。エマインドすぎるよな。いや、ほんとこれ、ダッシュしちゃった。もういや、冷やす器具が手前にあってキャンセルできなかった。さあ、じゃあメッシーに、どうしようかな。わかった。麻痺時じゃなくて、混乱時全ダメアップにして、迷うとこだな。クールタイム短縮、氷結短縮かける2。この2人は最初はその氷結向こうの周辺とか積もうかなと思ったんだけど、やっぱりまあクールタイム短縮は欲しいとこなんで、こうすれば氷結向こうでなおかつクールも 50% 短縮、ここはしかも14ですね。で、混乱時全ダメアップ 40% が乗ってると。じゃあここも体力最大じゃなくて、多分倍率の関係で一角に
攻撃と混乱時、この方が多分火力が上がる。さあ行ってみよう。アイテスタルア。クールが足りません。あーでちょっと残ってる。惜しかったな。勘弁してな。惜しかった。46秒ぐらいが出そうなんかな。もうちょっと頑張ろうか。アイテスタルア。なんかちょっと手前から打った方が良さそうだな、京一が。勘弁してな。あ、44出たかと思った。43。次ラス1かな。録画しながらよりも普通にやってる方が絶対いいんすよね。どういう原理かわかんないけど、手前から強一打つとよかったですね。それでいってみよう。アイテスタルア。44は出たね。勘弁してな。はあ、もっと出ると思うんだけどな。まあとりあえず今日はここまでしてください。今の感じはね、遠くから今日1打って今日3今日2とかそういう流れでいけそうですね。はい、今回はここまでです。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。